マミモメモ製菓です。ヨッシークラフトワールドパート13になります。フォレストランドのくす玉アスレチックというステージの途中から始めていこうと思います。さて、あそこにね、猿がいるね。何も出てこなくって、わあ、びっくりした卵を投げている子がいるんですね。あ、ランダムなんか。ランダムバイ待って、あ、この子はやんないと。早く投げて、早く投げて。うん、そんな感じで、これでいくじゃろ。で、あ、なるほど、こっちからか。さて、どうしたらいいんだこれ。そんなに、うわっおい、左絶対なんかあるもんな。この着せ替えがなくなった途端に身軽になる感じいける？いけるか。ちょっと待って、これはここでいいけど、いよいよきついよね。こんな感じでいいのか、合ってますふふ絶対なんかあるもんな。あ、くそこっからこっちはいけないね。いきなり始まって早々、猿処理がちょっと難しい。でも諦めたくない、絶対何かある。むしろこっちが正規ルートだったらどうしよう。あー、危ないよー。いや、やっぱりさ、着せ替えないよし、かわいいよね。よし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 、当てていこう。これ、こう口に含んでる時に重そうにしてないのがありがたい。まだ上いるんだね。あ、うわ、いけそうっちゃいけそう。これはいけてるのでは。よしー猿返しして、おそらく、まあ、コインはあるかもしんないけど、ここにあったんか。中間ポイント欲しかったな。よしよし、じゃあ先進んでいこう。うん、よしよし。気になるな猿猿気になるけど、とりあえずフラワーだけでも取りたい精神で。このさ、下はなんかあるんかな。ほい、なんかあるんかな。ちょっとやってみる。あ、怖い、なんもないよね。何もなさそう。溺れるだけでしょう。あー、なるほど。あらかじめやっとかなきゃいけないんだ。納得した。さっきの赤いの食べとけよかった。食べとけじゃない、やっとけよかった。釣りです。あ、なるほど釣りかと思ったら釣りじゃなかった。あ、待って、もうこれは仕方ないから。いや、にしても当たるなこれ。あ、大丈夫か、あと1個しかないし。さ、下がってきたところをやろう。はい、いきます。
選んでいかなきゃいけないね。やって、これちょっと戻って卵補充しよう。危な危な、なるほどね。じゃあ6個ください。で、上に花があったんだよね。よいしょ。ここはもうしょうがない。ここはしょうがなくって、こうして、ここもしょうがないんだよね。もう一回、もう一回下ろして、しまったな。ここに立ってたら勝手に行く。うん、あ、やった、駆け抜けるのもあり、駆け抜けるのありだなこれ。変なところで落とさないで。危ない。なんか近い。まだあるのか。ふい、あ、待って、向こうにくす玉ある。リンゴって、あ、ちょっと、なるほど。結構大きかったっていう。はあ、面白かった、面白かったけどヒヤヒヤした。お疲れ様でした。楽しかった。何、リザルトくす玉アスレチック、最後らへんなんか当たっちゃった、当たっちゃったんだよね。惜しいな、なかなか。よしよし。お、次へのステージが開かれておる。どんなんだっけ。なるほど。よし、じゃあガチャろう。200か。3回ぐらいやる？コインがね、ありそうであんまないんだよね。あー、ノーマルか。何が出るかな。あ、リンゴかわいい。リンゴかわいいね。丸太と葉っぱ。ブルーベリージャムかわいい。うん。よし。着替えようかな。いや、可愛いんだけどさ、もう3じゃ無理なんだよね。レアじゃないと。ヤッヒー、ヤッヒー。レアじゃないとやってけないんだよね。そしてなんか呼び出す、呼んでほしそうにこちらを見ている。今からオイラが言うものをフォレストランドの中で探してみてよ。じゃあ行くよ。木のネズミ、こんなやつ。へぇ。バス停の近く。あー、はい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 。結構大きい。了解。いきなりですが、別の日に撮って、しかもヘッドセットマイクを買いました。では、次の場所に行こうと思います。はい。スペシャルフラワーが15個ですね。どうぞ。ここに、赤色のビーズがある、っぽい、です。ポッ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 ポ、めっちゃ、マイクがめっちゃポッポいってる。元気が出てきた。よっこらしょ。あ、もしかしてここ農業が盛んなのでは？なんかすごい農作業してそうな子じゃない？それか、森林栽培。何？森林栽培って。森林伐採。ビーズを探してここまで来ました。オイラはこの先にある畑で野菜を育てている。ほらほらほら。そこにすごい大きなくす玉がなってるんだ。割ったらビーズが入ってたりしないかな？なるほど。
もう。おっと赤いぞ。いきますか。フラワーちゃん、かわいい。かわいい。おお、野菜だ。そして、くす玉か。なんでこのくす玉ができてしまったんだろう。なんかこのくす玉怪しいですね。もしかしたらビーズが中に入ってるかもでちゅう。僕が割ってみるでちゅう。どうやって割るの？何か投げるものを探しに行くでちゅう。その間に、わしが。ぼっちも待ってください。ちょっと今のうちじゃない？これ。しめしめ。わー！今、私が言いました。え、割る？割らない。そう、割るでしょ。あれを食べて卵に。ロックオン。完全ロックオンしました。あれ入ってないね。あー、ヨッシーがくす玉割ってるでしょ。これ割ってないパティーンも見たかったな。ヨッシーちゃん、それはボッチャマが割ろうとしていたくす玉ですよ。絶対許さないでちゅ。ヨッシーちゃんなんてパックンフラワーの大きな口に飲み込まれちゃいなさい。中にビーズが入ってる入ってないは関係ないの。本来の目的よ。この魔法すごくない？もっといいことに使えばいいのに。あ、折り紙。折り紙で葉っぱを作り、あ、ぶっ刺し。あの茎が、あ、くす玉パックン。茎当たっちゃいけなさそうなの嫌だね。あ、着せ替えはどうした私。着せ替えがないですよ。なんで着せ替えないんだろう。あ、なるほど。どうしたらいいこれ。待って待って。ああ待って待って。いつやんの。あー待ってー、待って攻撃するタイミングわからん。え、わからん。え、だってずっと今同じ攻撃じゃない？こんなにわからんことある？あ、わかった。やっとわかった。気づくの、それ3回目にしてようやく。そして、ほい。わかればこっちのもんですよ。まずは1回目だね。あ、え、次は2方向。めっちゃ器用ですね。わあ、赤いの飛ぶのか。待って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 。待って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 。待って待って、違う違う違う。こりゃ1本取られたぞ。はい。ちょ、着せ替えないのがちょっと怖いね。大丈夫、頑張るから。大丈夫じゃないです。大丈夫じゃない。あ、すごいねこれ。面白い、めっちゃ面白いけど、やっぱあのイチゴみたいなのが怖いな。うわあ、なんで自分でも操作できてるのかわからないぐらい焦ってる。は？はい。かわいい。あ、終わり？あ、終わりっぽい。びっくりした。やったぜ。
たまには着せ替えないこのフルダンスもいいのでは。え？あ、これは。今の初めて聞いたくね。やった。いちごっぽい赤いビーズ。これ何個目？ 3 個目？わー、たまにこういうのぶとい声出すよね。わー、わー、わー。片手。片手だったっけ今まで。わ、わー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 。あ、え、待って。反復したんですけど。わー。そっか、紫くんが着替えてたのか。そして着替えたまんまになってんだね。今気づいたわ。このメロディーも好き。コテ。おー、やったね。よし、じゃあ、着替えようか。なるべく、せめて4以上。せめて4以上。ヨーガンブル結構好きなんだよね。ゆらゆらさんも好きだが、あ、期間バーのにしよっか。よっしー。あ、今日のヨッシー真似の声真似の調子いいぞ。何の話だって感じだけど。じゃあこれだけなんだ。ここは待って、こっちだっけ。あ、こっちだ。で、このマウンテンアイランド行ったんだよね。で、あ、話しかけてほしそうにこちらを見てるので一応話しかけよう。はい、今からオイラが言うものを探してきてよ。ウンババ、ウンババいいわ。火山コースにあって足元にあるだって。まあ気が向いてる。忍者、うわー、マジか。うー、元気が出ない。スペシャルフラワーが10個あればな。わー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 。ありがとう、元気が出たよ。わあ、おお、天柱しよう、天柱。ようこそ忍者ランドへ。めっちゃ天柱したい。仕掛けがいっぱい。忍者式めっちゃ楽しみ。その前にちょっと音量チェックしてくる。このヘッドセットさ、めっちゃなんか、あー、マイクっていう音質になるね。なんだろう、なんかほんとクリアではないね。まあせっかく買ったから使うけどさ。というわけで、仕掛けがいっぱい忍者屋敷やっていきますか。あ、6個、ちょっと少ないね。よひー、よひー、おはー、おーおー、あ、待って、かわいい。かわいい。時間も時間だからゆっくり見てられるんだけど、まあここはまたぐなな。特にこっちは何もない。あ、わあ、すごい。わわわわわ。あ、これ食べれないんだ。おお、無法、兵法、兵法。ここ無限湧きポイントっぽいね、なんかね。面白い。あ、下に行った。この手前の子は。おお、いっぱいコインもらった。ピシュー、ピシュー。はい。あ、待って。ござる。後ろの雲っぽいのは、判定ないんだね。これは竹か。かわいい。いいね。あの、手裏剣投げるときの音がいい。この竹、この下のさ、この竹の素材なんだろう。え、なんで作ってんだろうね、これね。
ちょっと待って、プツプツいってる。あ、大丈夫か。うわ、びっくりした。改めご用である。トラ。あ、手裏剣の形。かわいいな。これなんかない？後ろに。特に荷物を表してるんかな。ここは何もないのか。御用改めであるだ。改め御用であるね。逆。手前なんだよねこれね。こっち。はいはい。は？こっから頑張っていくやつ？あ、違うわ。わかった。こうして、あ、乗れてない。あ、そっかそっか、こういうことか。こうだね。 OK。 1個しかないから持っていきましょう。ここで1個使って食べて上行って、ここで2個使っちゃうね。オッケー。あ、ここにあった。ほい。後ろ、特になし。あー、なんだろうね。青コインか、シューティング系かな？ 3 個目。違う、4個目。は？そんないっぱいあった？あ、あるじゃん。あった。まさかの、顔こっち向いてなかったやつ。取れてよかった。結局何個目だったの？みー。あ、おっと。パパパンパン。よし。え、これ簡単すぎ？え、簡単すぎ？どうした？そんな優しくていいのかい？よひー、わーい。マックスポイントで来れた。パン。へい。ここってこう。なるほど。え、ここめっちゃ卵もあるしさ、優しい。とりあえずこれ取るか。これどうやって、ん？これどういう風に取るの？これ裏返しといて、あ、こうか。危ない。今ノーダメじゃない私、何気に。掛け軸ある。掛け軸は特に。あ、御用改めてある。やじ。プレゼント。あ、間違えた。もったいない。お。あ、なるほど。見た？へえ。上、気になるけど、いけないかな、さすがに。ちょっと、補充してこう。赤コインじゃないんかーい。あのランタンとかいけたんか。いけてない、ね、今何個？今5個。よし、これでラスト。ほい。あ、くそ。余裕ぶってたー。今何個？ 1 個いける？あ、1個もいけない。まずは下に行って、
ここクルリン歯ができない。違うんだ、下に行きたいんだよね。どうしよう、わかんない。下、あ、危ない。え、待ってね、どっか当てられるとこ。下に行きたいんだよね、私たち。下に行きたいが、こっちから、あ、待って、こっちから先向こうにテープ行くところがあるけど、ね、テープあるよね、これね、下に。ガシガシなんだな。いや、まずこんなとこまで戻らんしょ。あんなとこにコインがある。どうしよっかな。向こう側。ここは、は、フラワーがあったとこか。フラワーあったとこだよね、これね。でこっちじゃないよね、絶対ね。そう、押してる間に時間がやばいのだが、屋根、屋根、あ、間違えた。ちょっと待って。あ、待って。わかった、わかった、わかった。あ、下がある。なるほどね。ずっと乗ってたからわかんなかったんだ。よっしゃ、よっしゃ。これは？これ割れたりしないの？特に判定ないのか。よしよし。オッケーオッケー。で、ちょっとこの辺でやめとこうかな。ご視聴いただきありがとうございました。